こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本の潜水艦を視察できるのは、日本の大臣クラスか米軍事関係者以外には、視察できない。最高クラスの機密になるからで、その潜水艦に異例の視察をしたのを思い出した。スターリングエンジン最後の、そう、竜型潜水艦、青竜2が、スターリングエンジン最終型となった青竜だが、忍者のように潜む。静粛性には優れている。日本領海内を防衛するには適している。では、今回の視察とともに、スターリングエンジンとリチウムイオン電池との比較を詳しく見ていきますね。聞かない言葉になりましたね。今年2020年3月、海上自衛隊では、そう、竜型潜水艦11番艦、鴎竜が就役し、また、10月には、次級となった太平洋浸水、蓄電池にリチウムイオン電池を採用したことが大きく取り上げられた。鴎竜以降の海上自衛隊の潜水艦では、すっかり定着した艦もある。このリチウムイオン蓄電池とモーター、そしてディーゼルエンジンの組み合わせだが、それ以前を振り返ってみたい。とはいえ、そう竜型10番艦の昇竜が就役を果たしたのは2019年の3月であり、1番艦で、ネームシップの昇竜も、2009年3月の就役と、まだ11年しか経過していない。そう。竜型のさらに前級にあたる親潮型では、鉛製蓄電池とディーゼルエンジンが推進方式に採用されていたが、そう竜型は、これに加えてスターリングエンジンを搭載を選択した。これは当時あった燃料電池とスターリングエンジンを比較した場合、海上自衛隊としては後者の実用性が高いと判断したためであり、スウェーデンコックムス社のものをライセンス生産して採用する。コックムス社のスターリングエンジンは、スウェーデン海軍のゴトランド級潜水艦に採用され、量産型として、1999年から3隻が就役を果たしており、先行してきた域、依存推進を実用化していた。海上自衛隊でもこれに着目し、非対機依存推進艦の建造を行ったが、本家のゴトランド級潜水艦が水中排水量でも約1500トンに過ぎないことに比べ、はるかかに巨大な銅4200トンの総竜型となった。こうした通常動力型潜水艦としては、世界最大クラスの艦であることも、手伝ってか、2018年に、就役した総竜型9番艦、青竜の、訓練には、アメリカ海軍の潜水艦隊司令官も同乗するなど、話題を集めた。現在も、通常動力型潜水艦の、代表的な存在であるドイツの214型潜水艦はディーゼルエンジンに燃料電池とモーターを用いた非対機依存推進方式を採用しており、世界的にはこれが標準とも言えよう。214型潜水艦は本国ドイツ以外でもギリシャ、韓国、ポルトガル、トルコなどへ輸出及びライセンス生産が行われているが、いずれも水中排水量は2000トン前後であり、そう、竜型の大きさが際立つ。ちなみに、
韓国は、この214型潜水艦を、孫元一級として導入しており、同艦やさらに、その前の209型などをベースに、一応国産を謳う。トサンチャンアンホを建造し、さら近年は原子力推進型の、保有を打ち出している。さて、1番艦の漕流から10番艦の漂流までの10隻は、鉛製蓄電池とディーゼルおよびスターリングエンジンの方式で水中の最大出力8000馬力と水中最大速力20ノットを誇った。11番艦の鴎竜や12番艦の闘竜では、スターリングエンジンを廃止したことで、これが最大出力5600馬力。水中最大速力18ノットと、数値上のスペックでは低下している。これは、瞬間的な推進力の低下は否めないが、鉛製の蓄電池よりも、継続的な推進力の向上が図られた結果、連続航行時間や距離が大幅に、延伸されたといい、実運用上は、トータルな性能アップを実現したという。しかし、こうした、鴎竜以降の潜水艦が登場するまでは、そう、竜型の鉛製蓄電池と、ディーゼル、及び、スターリングエンジンの方式は、通常動力型潜水艦の頂点に立つものだったと見てよいだろう。そして、もう一点、海上自衛隊の潜水艦の最大の特徴とも言えるのが、静粛性の高さであり、連続潜航時間や速度では原子力推進型の、潜水艦に及ばないものの、世界でもトップクラスの実力と見られる。原子力推進の潜水艦は、その原理上、完全に機関を停止して騒音をなくすことはできないが、海上自衛隊の潜水艦は、機関の停止に加えて様々な吸音の工夫や乗組員の練り度を高めており、その点でも群を抜いた存在だ。これは、韓国の孫元一級などでも意図せぬ騒音の発生が問題化し、稼働開始以後も、その改修に時間を要したことなどとは真逆に、特筆すべき、完成度の高さであることが伺える点だと言えるだろう。ただし、軍事兵器として見た場合、それを構成する要素は極力、シンプルであることが、メンテナンスや建造の点からも有利であることは、明白なので、電池とディーゼル、及びスターリングエンジンの、復権はないと思われる。今後は、これに加えて、さらなる船体のステルス性能の向上や、航空機ではすでに、実用化が進む分野が、水中にも拡大し、小型の無人潜水艇を完成する方向に進んでいくのではないだろうか。そうした無人機の分野では、日本は決して進んでいるとは言えない状況だと思われるのだが、海上自衛隊の主戦力たる潜水艦だけに、そうした方面の明るいニュースにも期待したい。